ちのブッブ、今日は地元に帰ってきたので地元をドライブしようということです。イエーイ。ちなぶぶさんは山梨県出身とは出してるんですけど、細かい地元まではまだ公開してなくて、なぜなら今の大学を指定校推薦で入っているので、指定校推薦がまだ関わってるから、なんか高校とかバレたりなんかだるいことあったらめんどくさいなということで、細かい地元は出していませんということで、外の外観フルモザイクドライブということで、外の風景何にも見せないでドライブしていこうと思います。あの言葉だけを聞いて楽しんでください。今日のねもう一個の目標として、シャインマスカットボンボンの偽物、ただの飴みたいな言われてるけどっていうのと、あと味噌菌、あ、今日発売日なんですよ多分。今回のセブンイレブンよりも山梨の田舎のセブンイレブンの方が買いやすいだろうということで、今回の帰省ではね味噌菌をゲットすることを目標に頑張りたいと思います。あ、車久々すぎて怖え。ちょっと腕が焼けちゃいそうだから100均でも行ってアームカバー買おっかな。ってことは中学校側の方に100均があるから、そっちに一回向かおうかな。やっぱね、車はね慎重に運転しなくちゃいけないし、山梨はね特にね皆様気性がお悪くあられるというか、結構ねガツガツ行かないとやられてしまいます。やられる前にやるっていうことで、さあ久々の乗車ができるかな。ちょっと待って、オッケー、一回コンビニ行ってきます。店舗目なし。シャインマスカットボンボンの偽物も売ってなかったぜ。でもさ、今日の10時からなんだよね朝。まだ今11時なんでちょっと曲がってるんですけど、冷静な感じ。よし、100均アームカバーゲッチュ。やばい、もう充電がないわ。あ、待って、なんかセブンイレブンあった、ラッキー。え、待って、めっちゃラッキー、セブンイレブンあったんだけど。気まずい。コンビニで男子高校生にバレてめちゃくちゃ気まずいチャンネルです。さっきの男子高校生たちが、うわ売り切れてる、うわもうないみたいなこと騒いでたから、あって思って探しに行ったら、みつき売り切れてました。やだ、嬉しいですね、高校生にバレました。しかも私の高校のすぐ近く。バレちゃった、気まずい。あんな感じでさ、バレた時にさ、チキって自分から行けれないんだよね。自分がさ、もし推しと遭遇したらさ、絶対向こうから話しかけてくれて、撮ろうかとかお話ししてくれる方が嬉しいんだけど、嬉しいくせに私はちょっとチキってなんかえへってかね、逃げちゃう。なんだろうな、男子高校生とかなんか若い男子怖いんだよね。普通に前嫌な思いをしたっていうのもあって、なんか自分から友好的にこう行ってなんかちょっと嫌な思いをするっていうのがね、すごく怖くて、なかなかね、行けないんですよね。よっしゃー、メイドでバズった TikTok の聖地巡礼に来れました。セルフ聖地巡礼です。一旦ね、聖地巡礼できたんで、泊まらず空いたんで、ちょっと友達のお家がやってるパン屋さんに行こうかなって今ふと思って、多分車で5分ぐらいで行けるから、ちょっと行ってみようかなって感じです。シアムコカー Coming down me お手だかって Come in and know me。 スイカバー買ってきました。駄菓子屋さん久々に行ったけどさ、スイカバーとグミを買ってね、200円だったの。そんな安くて大丈夫かな、やってみるかなって。ちょっとリア友なんか連絡が返ってきてないんですけど、あのストーリー見たらめちゃくちゃ遠いところに彼氏と旅行に行ってたんで、多分帰ってこないですね。せっかくなんでね、軽く寄ってパンでも買ってこようかなと思います。ということで、皆さん行きました。帰ってくる時にめっちゃ食べちゃった。パンで どこ行こうかな、マジでどこ行こう、行くとこ流れちゃった。同級生のおばあちゃんがやってる駄菓子屋さんに行って、高校の時、購買のパンを提供っていうのかな、してくれてたパン屋さんに行ってきて、なんか高校時代めっちゃお気に入りだった、明太ピザっていうの。これ、違うわ、これバジルピザだわ、バジルピザっていうの。購買でめちゃくちゃよくこれを買ってたから、懐かしい気持ちになって買ってみました。地元なだけあるね。よくよく考えてみたら、そこら中知り合いの店だ。まあ、よく
うわやば、今同級生いた。しつけの駄菓子屋さんが大量にあるわけですよ。本日3軒目のね、行きつけだった駄菓子屋さんに行きたいと思います。なんかね、昔ながらのね、古いお菓子がいっぱいあってすごい好きだったんだ。なんかオープンって看板は書いてあったんだけど、ピンポン室も誰も来ないし、駄菓子が全部空き箱になってて、ちょっと怖かったから帰ってきた。逃げるとしたってぐらい、なんかもしも空き箱だけそう全部置いてあって、まあいいや。コインの餌、100円。なんかやってるかも。あ、違うか。カメも飽きそうだね。